少し遅れました。今日もお願いします。オラマル、オラマルもよろしくお願いします。いえ、ありがとうございます。こんばんは。今日も朝5時起き楽しみ、ありがとうございます。いつもこんばんは、こんばんは。今日も笑顔が素敵ですね。ありがとうございます、ありがとうございます。こんにちは、こんばんは。ストレートいいね。今日は割とストレート。スタジオや。そう、今日はいつもとちょっと何カメラの向きが違っていろいろ映ってます。こんばんは。今日は髪を下ろしてるのね。はい、今日は髪を下ろしてます。カメラの位置違います。今日鍋ちゃんさん、やっほーやっほー。今日はんモニターめちゃめちゃあるやんね。確かにモニターの数がすごいですね。コン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 、こんばんは。お、髪型違う、かわいい。あ、今日そんなに髪型が、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。大人な感じが強いんじゃ。本格的。あ、そうそうそう、今日は、あ、じゃあまずテロップを入れますね。カノンかわいい、ありがとうございます。あれ、ちょっと、あ、戻ったかな。あ、はい、あ、なんか変なとこ押しちゃってたらすいません。さっき通報全然してないと思うんですけど、してないと祈ります。ごめんなさい。はい、で、あ、え、あれ。ちょっとね、角度が、やめて。いや、全然もうしちゃってたらごめんなさい。そう、あの、気にしないでください。もし誤作動してたら、誤作動です絶対に。テロップ出てない、あれ、もう、あい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 、はい、入りました。テロップ出ないよ。出ました、今。そう、今出ました、出た。なんか今日スッキリしてるの本当ですか。ちょっと今日19時57分から NHK で日本人のなお名前という番組に松井玲奈さんが出ますよ。あ、見れないぞ。あ、でもすぐだからね、終わってから NHK 3番ですよね。ありがとうございます。ピアノ来る、ピアノ弾けません。今日頑張ります。ピアノ弾きたい、頑張ります。ラフマニノフ、ラフマニノフとかかな、ラフマニノフ。ピアノ練習します、ありがとうございます。再放送も、あ、そうなんですか。ピアノ頑張ります。そうか、俺もレナさん、お弁当がいつも可愛い、ありがとうございます。今日はキティちゃん弁当、白も似合うね。服かな、服、あ、服はこんな感じです。楽器は何ができるの？今
練習してるのはピアノとギターです。あ、ニーダのハイジさん、5時間とありがとうございます。こんばんは、服素敵ありがとうございます。今朝のキャラ弁はキティかと思わせて、ミミーだった、なんでミミー、服くんありがとうございます。お弁当でタレパンダ作った、作りました、タレパンダ作りました。タレパンダは今回作るってなって初めて知りました。やっぱり美人さんがありがとうございます。いえいえ、鼻でオカリナを吹く、え、鼻で鼻でですか、やばやばやばですね。ミミはキティの妹だよ。1耳飾りの位置が違うの、え、キティちゃんに妹いたんだ。ちょっと全然そう分かってなくて、キティちゃん、あのキティちゃんを作ろうと思って調べたんですよ。でだけど耳ちゃんだったかも分かんないぞ。ピーチソーダは完成したの？ピーチソーダはあれで完成です。歌えてピアノもギターも切るって、おまけに漫才もできるって、いえいえ漫才はね、あれはできてないですよ。なんでタレパンダしてるの？お父さんに教えてもらいましたそう、お父さんに教えてもらいました。パンダさんを作りたいと思って、そう聞いたらタレパンダを教えてもらいました。飾りが左耳なのキティで、右耳なのがキティ、あれサンリオ総選挙、選挙投票した、してないです。ミミー、そうミミーだったのか。そう今日は、そうだ、なんかいろいろねお話が飛んだり、こんなにあっち行ったりこっち行ったり、そう今日はピアノを、あの前回はあっちに置いてあるあのキーボードって言えばいいのかな、そうで やってたんですけど、今回はあのいつもあのいつも後ろにあの配信してる時によく後ろに映ってるあのあれですね、黒い茶色いピアノです。なので向きが違っていろいろ映ってます。今日の何の曲の練習、まず青空片思いをやって、その後に今日はあと3曲できれば挑戦したいなって思ってますもの深夜な、こんばんは、こそばんそうこう、こんばんは、デイチさん50カマありがとうございます。ともあきさん50カマありがとうございます。後ろのは電子ピアノ、後ろのはそうです、電子ピアノ、これも電子ピアノ、グランドピアノ、違います違います違います。青空、イエーイイエーイ、ありがとうございます。青空かと思い、ボーンオンベアになってるの、あの特に防音の何そのなんか貼ったりとかはしてないんですけど、家族にあのちゃんと確認、その聞いててもらって確認したので大丈夫です。漏れ音が漏れたりとかはしてません、大丈夫です。姉妹での歌唱感動しました、ありがとうございます。こんばんは、なんだこの部屋はそう今日はこんなにいっぱいいろいろ映ってます。お疲れ様、ラジオネーム恋するさぎちゃんこと木村拓哉です、こんばんはシンセサイザー、あシンセサイザー、なんかいろんな音が出せます、パソコンとつながってていろんな音が出ます。ガヤさん今来たのでごめんなさい、これ誰のお部屋ですか、カノのお部屋ですそう音楽をやったり配信したりとか活動するお部屋、ダンスしたりとか、53だとカノン終了、お、ありがとうございます、ありがとうございます。カノンちゃんの部屋、そうですね、こんばんはに
今日カメラがいつもと違うポジションより横反対向きかな。すごい羨ましい部屋です。あ、本当ですか。高幸さんご実家のありがとうございます。りょうはに、りょうはさんありがとうございます。いえいえ、パパママもこのお部屋使うの。はい、すごい大金持ちのお家。いえいえ、全然全然。植木鉢は動かしたのかな、それとも2つあるのかな。あの動かしましたおしゃれな部屋ですな。いえいえ、サウナとかも見てる、見てますよ。サウナとかのネクタイをつけたんですけど、角刈りは挑戦したけどちょっとまだできませんでした。いいえご実家のちゃんありがとうございます。思いなさんありがとうございます。そうなんですよ、いろいろあります。ドラッグストアから湿布が消えてなかった。昨日のサウナとカノの影響で消えてますね、きっと。そう、夢で多分使われちゃったんで、いっぱい声聞いてるだけで和みますね。いえいえ、ありがとうございます。パパが機材に詳しいの、あ、全然詳しくはないんですけど、なんかいろいろ触ってやるのは好きでね。なんか揃えるときはそのお父さんとも相談したし、あとお店の人にも助けてあの相談してです。ネクタイつけました。カノンの方だけ違います、沢田の方です。カノンちゃんがピアノ弾いてスナちゃんが歌ってのはどう。なるほど。ではあの土曜日の告知をします。今から、はい、土曜日の告知をします。土曜日はなんとカノンはダンスをしますイエーイかなそう、ダンスをします。おばあちゃんだから植木鉢ね。そう、植木鉢今日はこっちにある。自分の部屋はまあどうだろうな、ここに主にいろいろあるからな。ここがカノンの部屋かな。音楽の打ち込みとかするの。音楽の打ち込みします。今日は何時、あ、それも伝えますね。シップだけじゃなくてアスカシアのコピーもなくなってますよ。コピーはねダメですよ今から楽しみにして、ありがとうございます。ダンス、おお、大きく、おお、おお、イエイイエイ、わーい。あ、ダンスついにやってね、やって。あ、はい、土曜日に、こんばんは。今夜はキーボーディストのかのんちゃんで、そう、ピアノ弾きます。ついにダンス、何見たいって。そう、土曜日になります。土曜日にダンス、違います、ダンスやって。エスケープかな、違います。やったんじゃない、やったね、やったね。ダンス楽しみ、ありがとうございます。ダンスもいいんだね。いやいや、ダンスWith me now。 違います、違います。ちょっともう曲は決めてるんです。楽しい、仕事終わって遅れたけど配信間に合った、ありがとうございます。みふみさんありがとうございます。仕事お疲れ様です。ダンス好きだ、それを見なきゃ。おお、誰か言ってた。土曜日は24時間ダンス配信、違います。24時間もしたらもう倒れちゃいます。ネクタイつけたら手足を動かしても見分けがつくね。そうですね、ネクタイ、ネクタイ、今はネクタイだけちょっと進化しました。きっと社交ダンスっていうお家だな。え、オオカミとプラダ違います。リスキチさん配信もいつかやるの。そうですね、リスキチさんもまたいつか来てくれると思います、このお部屋に。え、沢田とかのダンス、え、違いますよ。あの土曜日ダンスします。土曜日はミレイちゃんとのダンスバトルがあるかな。違います、違います。ミレイちゃんやるかな、土曜日。今日の服はどんな感じですか。こんな感じです。
こんな感じ。くるくる。僕もダンス好きです。ダンス、あ、ダンス。普通に読んじゃった。もう。ダンス好きですか？ダンスですか？お友達も踊りますか？お友達？オラマル？オラオラ踊れ、オラオラ。これだったら踊れます。オラマルも。お家の中でファイヤーダンスですよね。違います。燃えちゃいますよ。火事火事。お疲れ様。癒されるありがとうございます。土曜日のダンス配信は何時頃の予定ですか？そっか、時間。時間まだ決めてないです。土曜日です。オオカミとプライドいいね。違いますよ。あ、もうオオカミとプライドは、まあいい。すごいいい曲なんですけど、今回は違います。スカナちゃんと二人でやるの楽しみ。あ、ありがとうございます。頑張ります。できるように。できるかな。土曜は仕事や。あ、そうですが残念です。11日おめでとう。 ありがとうございます。11日、シャルイダンス、シャルイ、シャルイダンス。準備を始めました。オラとオラ、ちょっと大人っぽい服ですね。いい感じ、ありがとうございます。オラマル、オラマルのテーマソング、そうですよ、踊れオラオラ。昼からにして、あ、どうなるかな、まだ時間は分かんない。赤ピンだったりしていい。サウナとカノンとウィンブルドンやろう。サウナとカノンもうカチコチダンスになっちゃう。意外と動かないんですよ、手足が。朝か昼間か夜だけ、そろそろピアン、ちょっと待ってくださいね。そう、土曜日、あ、今日何曜日でしたっけ。今日木曜日なんで、ちょっと金曜日に言えるかな。金曜日の配信で時間決めときます。もしね、それでも変更になっちゃったら、あの、なるべく土曜日の早めに配信をのあれを入れます、あの予定を。はい。英語を読む時のガノンちゃんが可愛すぎなんです。いえいえ、英語苦手なんです。何時でも楽しみにしてます。ありがとうございます。ではピアノ弾いていきますかね。そう、ありがとうございます。頑張ります。なるべくね、早めにできるように。毎日がスペシャル。いえいえ、透明感、そんな透明感、透明感全然ですよ。はい、鏡になってます。ダンス練習用、気合入ります。いよいよ開演です。頑張ります。ではオラマルはちょっとこっちに座っててもらって、いえいえ、ではちょっとね、設定を変えなきゃいけないんで、ちょっと待ってください。よし、ゆったり聞いてください。やっていきますね、ちょっと。ふう、ありがとうございます。頑張ります。
頑張ります。では青空かと思いから、精度上げていけるように頑張ります。いいねいいねありがとうございます。あそこはちょっと動揺が出ましたね。はい、いい曲です。本当に頑張ります。ご愛嬌ありがとうございます。本当に温かい目でお願いします。ちょっと髪の毛がバッサーなってた。ありがとうございます。ちょっともう一回やります。練習します。
ございました。ちょっとね前回よりはまあまあスムーズにいけたと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、湯飲みの底に名前書いてありますよ。じゃん、ありがとうございます。じゃあね、これは今後も練習頑張っていきます。この曲、じゃあ今日はあと3曲用意しているので、どんどん次に行きたいと思います。はじめまして。あ、マヨドラゴンのさんコメントかな、ありがとうございます。おー、次に行きたいと思います。ジャンル問わず好きなピアニスト、キーボードはいるの？なんかピアノとして見たことがないです。てんこ盛りだ。おー、あと3曲も、あ、そうです、そうで、前回この青空かと思えばやらせていただいたんですけど、今後も練習していきます。それで、あとの3曲は本当に本当に本当に今から練習を頑張っていくので、温かい目でお願いします。次は何かな。はい、次はごめんね様を弾いていきたいと思います。はい、ありがとうございます。ごめんね様を弾いていきたいと思います。頑張ります。おっとっと、ついでの、少々お待ちください。Thank you.
とコメント全然読めてなくてすいません。切ない、切ない、友達なのに切ない。なんか音が違くないですか。大丈夫かな。まったり見てください。ありがとうございます。いきます。イエーイ。いい曲、本当いい曲、いい曲なので、いい感じに弾けるように、いい弾けるように頑張ります。よし。君は防波堤you
LINE する余裕ねんだ。じゃあごめんね様はいたずら、ありがとうございます。そこ難しい、早いとこ難しい。ごめんね様はありがとうございます。この辺で、ね、どんどん次の曲に行きます。こんばんは、ファントムさん、こんばんは、こんばんは。次の曲は、次の曲は愛してラブルです。お願いします。愛してラブルを頑張ります。 I love you、 愛してる。なんてこと、あれ、あれあれ、早めの楽器そうなんですよ。すごいテンポがすごい大事だと思うんですけど、早くできるかな、こうなんかノリノリな感じにピアノでできるかな。あ、ちょっとなんかタブレットが動かなくなっちゃいました。ちょっと待ってくださいね。いけるかな。オッケー。機材トラブルでアラブル、アラブル。よし、どうだろう。ちょっと弾けるようになったら次はなんか、そう、強さとか、あとはこうテンポ感を出せるようにちょっと頑張ってみます。部屋に誰か入ったら画面に反射しちゃうかな。そうそうそう、え、どういうこと。そう、入ってきたら鏡に映るかな。ハラハラして待ってる。頑張ります。じゃあまずコードを押さえれるようになります。あれ、間違えた。
ピアノはいつから始めたの？ピアノは、ピアノは、ピアノはちゃんとクラシックっていうのは習ったことがなくて、音楽制作をやりたいなと思って、やり始めました。音楽制作を始めた頃だから12ぐらいかな。そうなんです、独学でほぼやっているので、全然クラシックとかは習ったことがないです。はい、習ってる、やり始めたの、そうですね、音楽制作やり始めた時は中2、中1、中2ですね、中2です。独学ですごい、いえいえ、やる気頑張ります。外資初披露、外資独学か、すごいね、あ、いえいえ頑張ります。そうだから練習配信になっちゃうんですけど、頑張ります。ではピアノでリズムを出す、把握してみます。まず難しい。愛してる、海岸線をレースのように、あなたの文化が走る、ハンドル握る、出てますかねこれ。チェニーってついこの、ありがとうございます。いえいえ、楽譜は書けないです。楽譜はパソコンに入ってるやつで、パソコンで作ってもらいます。愛してる難しそうね。リズムをつけたくて、いい感じですか？ちょっと早くしてみたんですけど、速さはそんな感じね、なんかドタバタしてる。難しい、速さリズムを出すのって難しいですね。6歳、いきなりピッチ上げてもね、いきなり上げてもね、ついていけないですよね、自分でね。ここで日々成長していく過程が見れるのね。はい、頑張ります。できたのかなこれは。なんかピアノでリズムを出す方法知ってたらぜひ教えてください、お願いします。今ねピアノをめっちゃガン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 ってやっちゃってるから、もうピアノの上に沢田とカノンが置いてあるんですけども、沢田とカノンがグラングランしてます。グラン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 してるので、ちょっとこんなねバン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 じゃないやり方があったらぜひ教えてください。どうやったらいいんだろう。
してる、グラグラしてる、なんかいい、弾いていきますね。頑張ります。トゥルルルルルをね、表現したいんです。トゥルルルルルルル、I love you。これはちょっとピアノでは難しいですかね。トゥルルルルルルル。そうなんですよ。後ろの木なら自分で使うんですか？自分で使います。自分でピアノ弾いたりとかしてます。でも教えてもらいます。まず教えてもらいます。ショルダーキーボードを背負って動きながら弾き語りができるようになれたのに。あ、動きながらですか？難しいですよね。いろんな表情がみんな、いえいえいえ、雨のピアニスト、雨のピアニスト、こんばんは、こんばんは、ウシャさん、こんばんは。そう、ドゥルルー、これは難しいんですね。ではもう一回弾いたら次の曲に行きます。Thank you.
目2つ目イエイ、ゆっこの制服姿抜群だった、ありがとうございます、イエイ。これもまだ練習頑張らなきゃですね。すごく楽しそうに弾いてるのでこっちも楽しくなります。ありがとうございます、よかったです、ありがとうございます。ではどんどん次の曲行ってきます。アメちゃんさんいいね、ありがとうございます。まあ、いえいえ、品のある子は本当に可愛い、いえいえ、いつもでもちょっとそんなですよ。次は何だろう、次はルルルン入り口です、入り口をやります、入り口です、おー、入り口を引いていきます。入り口、おお入り口を引いていきます。卵のぶつ、いいね、頑張ります、お仕事頑張れる、頑張ってください、お仕事、あ、明日も頑張ってください。では入り口も頑張っていきます。ファーシャープ前のファーシファーシャープマイナーのミ、こうかな、う、そう、今なんか引っかかった、頑張ります、お集中、頑張ります、集中集中、これをどうしたらいいんだ、こうかな、
にします。変な音ね、わからんないです。弾いてるポジを1オクターブた方がいいような、1オクターブ上げたかな、上げた方が、下げた、上げた方が耳コピなの、あ、下げ、あ、オッケー、下げた方が耳コピではないです。でもちょっと今耳的には変でした。要確認ということで、あ、ありがとうございます。では1オクターブ下げてみます。こっちかな、練習練習頑張ります。間違ってることも、あ、うん、DTM やってる、はい、DTM のチャレンジしてます。そう、オリジナル曲もまだ 1,2 曲しかできないけど頑張ってます。練習しておきます。ソフト何使ってますか。ソフト、ソフトはあのプロツールスです。練習します。はい、ではちょっと曲を変えますね。すごい、すごいね、いい、頑張ります。ちょっとね、今のはあのどうしてもわからないコードがあったので確認をしておきます。まだ、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、曲はもうないんですよ。はい、曲はもうないんですけど完成度を高めていきます。はい、頑張ります。ではごめんねサマーに戻りますね。とお茶を飲んで、オッケー、ありがとうございます、ありがとうございます。ネモさんハートありがとうございます。ピアノやキーボードなの、ん、ピアノやキーボードの雑誌などを買ってるの。ピアノのキーボード雑誌は買ってないです。はい、芸達者じゃの、いえいえ、リハーサル風景いいね。もっとねちゃんと弾ける曲も使わなきゃですね。今日は喉の調子は、今日は喉の調子はあんまりよろしくないです。あんまりよろしくないです。うっ、ってなりました、さっきも。ネモさん心を込めてハートネックありがとうございます、ありがとうございます。よく使うプラグインとかありますか。プラグイン、なんだろう、プラグイン、プラグインって何ですか。練習配信見て楽しい、ありがとうございます。今日の服かわいいね、ありがとうございます。ねっとりしすぎ、ごめんなさい、ねっとりしすぎ、ごめんなさい。今日の服はワンピースです。
ベルトが可愛いです。マナーの人かと思ったら私、いえいえいえ、あとでいいの、いろいろな機材の紹介をもらいます。測りました。そのうち細い、いえいえ細くないです。じゃあちょっとピアノはね、今日ピアノはもっと練習頑張ります。はい、どうやって機材説明しようかな。すごくありがとうございます。パソコンで動くソフトシンセとかですね、プラグイン、あ、全然わかんないです細かい名前がね、まだわかんないんです。すごくかわいい、ありがとうございます。スタイルにいい、スタイル抜群、全然全然、頑張ろう。はい、練習頑張ります。はい、ギターも独学、ギターは習ってるんですけど、最近はコロ、あ、最近はあの SKE のオーディションとかで、あの前回も説明してさせていただいたんですけど、あのそう始めてから3年生に中学校そう習い始めたんですけど、ちょっと SKE のあのオーディションをやらせてもらって、そこから受からせてもらって、リハーサルがあってエコパでってなって、そう最近もう一回また再開し始めたところです。クリンズさん、バラの花ありがとうございます。じゃあちょっと機材を説明します。でもカノンもちょっと詳しくわからないので頑張ってそうなのね、はい、詳しくできないので頑張ります。あ、バラのお花ありがとうございます。まあすごいすごい、ちょっとね頑張ります。どうやって説明しようかな。はい、まずではお部屋紹介、機材紹介、まずパソコンはダンスですね。このパソコンは HP というやつです。はい、そして、あとはキーボードはアートリアってやつです。アートリア、バンドメンバーの紹介みたい、でん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 、アートリアです。キーボードは、おっ、KD フォンさん、バラのお花ありがとうございます。確かに充実しそうなんです、いっぱいある。そう、あとはね、あとは、はい、何を紹介したらいいかな。これはコンデンサーマイクです。映ってるかな、コンデンサーマイクが、いろいろ、あとはローランド、なんて言うんでしたっけこれ、スピーカーくんは、マイク、スピーカーくんはなんだっけ、スピーカーくんなんだっけ、スピーカーくん、スピーカーくん、おー、スピーカーくんなんだっけな、スピーカーくんの名前を忘れてしまいました。オーディオテクニカっぽいマイク、アンプ、え、まずマイク、マイクはマイク、なんか化粧品みたい、化粧品みたい、はい、こんな感じですね。オーディオテクニカ、テクニカ合ってたんじゃないかな、うん、それです、それです。モニターは裏に書いてある、持ってく、この子のあだ名オーテクになりました。オーテクって言うんですかオーテク、
は机の下ですか。机の下はコピー機くんがいますスピーカーパイオニア、スピーカーさん忘れちゃいましたちょっと説明が下手くそですいませんね。モニターですか、スピーカー、ホステックスだった、本当ですか、ヘッドセット。これはこうやってこれはソニーのソニー、そうです、見ていただいたらわかるかな、赤いやつです、はい化粧品っぽくやってきます、はい、こんな感じです、こんな感じです、そう、化粧品っぽくねやっていきましたが、左にある植物、植物は左、植物たちはこの人たち、このもじゃもじゃしてるやつを聖鷹の子さんです、聖鷹の子さんです。脱出ゲームかな、脱出ゲーム、コスメ紹介パ、あ、そう、コスメ紹介パクやってますよね、美容系の何 YouTuber さんとかがやってる DTM、 楽しいよでもね、まだね詳しいことが全然できない、もじゃもじゃ、そう、もじゃもじゃさんはすごい、もじゃもじゃをして、こんな感じかな、一見かわいいね、そう、きなんです、かのちゃんの音楽やりますか、お値段ですよね、うん、スキビありがとうございます、が座っている椅子に似ている、ん、私に座っている椅子に似ている、椅子はこちら、音楽はじめまして、 おじいさんはじめまして、椅子、これかな、椅子、カノンの音楽はピアノちょっとやりますね、振り返る、ふっふって丸々です、キューディホさんハートありがとうございます、スキピ、ボックスは何のランプ、わかんないですよく似ていますか、こんばんは、20回くらい回っていて椅子で、やばいやばい、20回はもう目がくるくるになっちゃう、音楽のこといろいろやって、今日はピアノをやっております、ぐる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 こさみ、楽器の演奏や作り方法など習う予定は、楽器ギターは今はちょっとコロナでできないけど習ってます、ヤッホーヤッホー、銀次さんヤッホー、ではそろそろピアノ練習に戻ります、頑張ります、機材はね、そうちょっとわからないお名前の子たちもいっぱいいるので、はい、アメちゃんさん、ホワイトありがとうございます、頑張ります、君はどうやっていて膝を抱えて近づいた波に
次はできるかな。君は自分引きは白玉音符や二分音符マイおまけ程度にひあそうそうおけねリズムが大事頑張ります。ナイトありがとうございます。
ドゥルルルルルル頑張ります。じゃあ最後に頑張ります。出てきましたね。頑張ります。ついて言えんなこれは。なんでこりゃ。いけるかな。ついていけない速さに設定してしまいましたね。はい。ありがとうございます。いい、ありがとうございます。ありがとう、いい、巻きバージョン、巻きバージョン。で、大変だった。大変だった、そう。ちょっともっと落ち着いて弾かなきゃですね。はい。今日は、騒がしかった。今日はピアノ、練習配信見てくださってありがとうございました。あれね、音楽あって好き。いえいえ、昨日のまだいたメトロナムで全部撮れ早かったかも。お疲れさ、ありがとうございます。いえいえ、今仕事終わりました。お疲れ様です。楽しくてありがとうございます。ありがとうございます。ピアノはもっと上達しま、上達するように頑張ります。ありがとうございます。ボックスアンプ、わかんないです、わかんないです。いい、演奏アドバイスはメール返信で送るね。ありがとうございます。本当助かります、本当助かります。ありがとうございます。時間大変早いです。練習するともっと早い。頑張ります。ありがとうございます。いえいえ、そんなそんな、頑張ります。千尋さん最高、ありがとうございます。ではランキングを読んでいきます。いきます。では13位から13位、 QD4 さんありがとうございます。12位、チョコさんありがとうございます。11位、タックさんありがとうございます。10位、お茶さんありがとうございます。9位、ネモさんありがとうございます。8位、つよぽんさんありがとうございます。7位、バタヤンさんありがとうございます。6位、おはぎさんありがとうございます。5位、やすとしさんありがとうございます。
4位、高幸さん、ありがとうございます。そして3位、阿部ちゃんさん、ありがとうございます。そして2位、友太郎さん、ありがとうございます。そして第1位、ドゥルル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 ン、テイチさんです。ありがとうございます。ありがとうございました。いいえありがとうございます。ありがとうございます。よかったです。どうもどうもありがとうございます。目指すはエスケープの伴奏でいいこんな調子じゃね、まだまだなんで頑張ります。こちらこそ見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。楽しい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではまた小屋ね、ぜひ少しでも気になったらフォローよろしくお願いします。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。またね、またね。踊りながらピアノ難しそう。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。